はい、あとね、今回ね京都に行ってで、まあ、村上隆さんの、まあ、京セラ美術館でやっているその、うんまあ、展覧会をね中で収録させてもらってで、まあ、また改めて彼の作品も対治することができてでその翌日ですねあのその京セラ美術館の、まあ、向かいにある京都国立近代美術館というところで富岡哲斎という人の えー、展覧会があるということで、まあ、奥君と行こうってことになりましたですね。で、この人がですね、非常に対極的だっていうかね、むしろ面白かったのが、あの、京都のその、 大きな道を隔てて、村上隆と富岡哲斎が向き合ってるっていうのはすごく面白くて、らく村上さんも富岡哲斎嫌いじゃないと思うんですけどね。で、この人はどういう人かっていうとですね、いわゆるね、もう、先人そのものみたいな人なんですよね。で、文人画家って言って、 江戸からまあ、その、続く流れの中でね、そのまあ、文字をね、画面の中に書いて、で、まあ、物語とか意味とかみたいなものと、それから、え、禅画の意味合いと、それからまあ、その、今そこにあるものとか、いろんなものを組み合わせながら、 あ現実とあのよを同時に描くみたいなところあるかなと思うんですけど、でもこれ一言でなかなか言えなくて、えーまあ、要するに千人が書いてる絵なんですよ。富岡鉄裁って。でも写真見てもらったらわかるんですけど、どう考えても千人、 ですね。<laughs> で、その方は、まあ、江戸時代にお生まれになって、で、まあ、自分が、こう、活躍する頃には、明治になり、大正になりつっ,って、どん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 、西洋化、近代化っていうのが進んでいってですね。で、まあ、僕ら、割とその、えー、近代化以降の話ばっかりしてるじゃないですか。で、だけど、そこに行かなかった人なんですよね。だから、行かない、西に行かない最後の文人画家っていうことで、まあ、振り切ってですね、 がっつり東洋に軸足を置いて、最後まで頑張ってた方なんですよ。で、そのね、近代以前のその東洋の思想っていうのがそのまんま絵になったような方がガンガン出てくるんですよね。で、それが、一つはね、あの画面の中のほとんどが山。で、そして下が川。 で、えー、人間がめちゃくちゃ小さく描かれてるんですよね。その山の中にあるちっちゃな家の中に人がいると。で、そこの人,人に、その、えーまあ、クローズアップして見てみるとね、それを、その、そこにいる人のによって見てみると、大抵笑ってんですよね。つまり、えー、自然の中で暮らす幸せそうな人たちばかりを描いてるんですよ、この人。なんか とも言えないですよね、それがね。で、そこでその描かれている自然に向き合って、その残酷な現実がうんぬんじゃないんですよ。でね、その特にすごかったのが、みんななんか、あの、出てくる人全員が楽しそう、全員が幸せそうっていうね、あらゆる階級の人、あらゆる属性の人たちが、全員幸せそうな絵が結構あるんですよね。 でね、このね、えー、この自然の書き方と、その人間の書き方の割合の話ね,話ね。で、これが、ま、あの、東洋絵画のき基本中間まあ、当たり前のことなんですけど、仏像みたいなものをドーンって書いたりとか、そういったもの、ね、仏を書くとかっていうものではなく、自然の中にいる人々を書くときに、ものすごくロングショットで書くんですよ。浮世絵なんかもそうでしょ。で、それが、あの、まあ、歌舞伎絵になってくるとアップ、クローズアップみたいなのが出てくるんだけど、 基本的に人間ちっちゃく書かれてて、それはね、自然の方が上なんですよね。当たり前ですけどね。でも、なんでその話をするかっていうと、人間の方が上になっちゃったのが、そのルネサンス以降の近代の西洋の考え方でえ、つまり人間の方が偉いんですよね。 で、人間って何かっていうと、その人間のやっている文明的な行為があるから人間は偉いっていうことなので、人工物の方が偉いってこと、その価値観のもとでその近代化っていうのは起こってくるわけです。だからみんな田舎を馬鹿にするんですよ。街灯がないとか、自然豊か。 だけど何もないよねっていう時の何も、何もないっていうのは、つまり文化がない、文明がないっていうことで、それを悪いことだと解釈するのが東洋、あの、西洋、西洋的な価値観なわけですよね。で、それが、えー、俺たちを不幸地しているとも言えるんですよね。つ、つまり何もなくて全てあった、時代から、その文明なるものが入ってきて、えー、いきなり、 あの、なんつうかな。えっと、コンビニもないっていうところで不幸ってなっちゃうんですよね。コンビニのがないイコール不幸っていうふうに考えると。もちろんじゃあ、この話すると同時にね、じゃあ感染症はどうなんだとか、えー、自然、虫はどうなんだとか、いろんな話もしますよ。もちろんそうなんですよ。だから、自然の方が上だからこそ、人間の欲望って制御されたし、過酷だった部分があるんですよ。ねそれを解決していこうという、うその西側の努力のせいで、俺たちは文明的な生活ができて、こういう配信もできてるわけなんですけど、ど うちにやりすぎたなっていうのが今なんですよね。だから、その時に富岡市決済の絵を見るとね。以前のね、謙虚な日本人が幸せそうにしてるんですよ。で、その幸せそうな。その日本人が例えばその自然の猛威にあって、そこで命を失おうが悲しいことがあろうが笑っていこうっていう。どっかこう。その辺のその強い悟りがあるんですよね。その投与のなんとかしてやろう。っていうのは体が失われても。 人間は滅びないっていう、ま、千人になるってそういうことだと思うんですけど、千人になっていくっていうか、それっていわゆる自然の一部になっていくっていうことですよね。ンが一流だと思うんですけど、そっちを思考していく流れの中にあると、人間は幸福なんだっていう、世界中がね、西洋化して、まあ、ギラギラになってますけど、そのせいで、 あのー、以前よりも過酷なことが起こっちゃっているなっていうのも,もうあったりなんかするんでね。まあ僕が言いたいのは中央なので、西でも東でもなくっていうところに答えはあるなとは思うんですけど、でも、あまりにも、その、田舎をバカにしすぎてる。自然をバカにしすぎてる。えー、もしくは、あの、私っていうものが肥大化しすぎているという。で、村上さんが戦ってるフィールドっていうのは、まあ、私のフィールドですよね。だから、 人間のイマジネーションの,の自我みたいなもののイメージのカオスみたいなものをね、どう見せていくかみたいな狂気のパーティーをやってるんですけど、その中で人間の不在も描いてるわけですよね。実はその、実はその人間の不在を批判してるっていう部分では、正解は東洋の海外にあるというふうに彼が解釈してる可能性もあるので、 この辺の話はね、まあ、いずれまたじっくりしたいなと思いますよね。えー、すごかったのは、富士山の絵がいっぱいあるんですけど、富士山の絵みんな描くじゃないですか。で、富岡鉄斎の絵の中には、あの、富士山の山頂部分の絵があるんでしでかい。で、そこにもちっちゃい人がいたりするす、ね、だから、あの明治以前の富士山の山の上が天国のように描かれてるわけではなくて、 単なる山として書かれてるんですよね。そこがなかなかすごいなと思いました。だから、富士山の山頂には、その、我々には届かない何かその崇高な光があるんじゃないかっていうふうなイメージがあるじゃないですか。でも富岡製作はそれを書いてないんですよね。当たり前の山を描いてる。そこに。そこに、普通に当たり前に歩いてる人たちを上から描いてるんですけど。この感覚。ね、これをぞ東洋っていう感じがし <laughs> ました。 な、こんなんでね、なんか、まあ、SNS なんか見てると、もう俺、俺、俺、俺じゃないですか。俺が、俺が、俺が、俺がですよね。で、作家性なんかが、まあ、面白いとは俺は思うので、俺、俺、俺もいいんだけど、まあ、音楽もそうだけどね。俺、俺、俺を見せてくれっていうのもあるんだけど、あのー、そんなに偉いのかっていうのもちょっとあるわけ。<laughs> 人間って。人間って大したことないよねって。人間って大したことないんだなっていうのを感じさせ,させてくれる、 その作品群が、まあ、っていうのが、まあ、文人画家だったのかなっていうか、登用しそうなんだろうなっていうふうな感じがしましたね。